おはようございます、パパさん。僕は新井さん家の車くん。パパさんとお仕事に行くのが僕の日課なんです。優しい家族に囲まれて僕ってとっても幸せな車だな。それでは今日も元気に行っていきます。パパさんと僕がお弁当を食べるとっておきの場所があるんです。僕はこの場所が大好き。パパさんの大好物はママさんの手作り弁当。ママさん、僕頑張る。パパさん、午後の訪問先はあと3軒です。今日もあともう一息、頑張るぞ。練習お疲れ様。よいしょ、どんどん荷物を積んでっと。ドロンコは元気の証ですよね。さあさあ、急いで帰ってお風呂に入りましょう。今日は雨なんだ。でも僕は雨の日が大好き。だってパパさんがワイパーのリズムに合わせて歌を歌ってくれるんだもん。おー、すごいキララ。さあみんなで歌いましょう。雨雨ふれふれ母さんが、ジャムネでお迎え嬉しいな。ピチチリャップチャップチャップラン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 。おはよう。今日出張で乗れないんだよね。ごめんね、お留守番頼むよ。あ、パパさん、あれ今日はお出かけしないの？そうか、パパさん出張でした。車くん行ってくるね、後でね、バイバイ。キララちゃん、行ってらっしゃい。ママさん、おはようございます。行ってくるよ、いい子しててね。僕、一緒に行かなくていいんだ。ということで、今日はお休み。今週もたくさんお役に立てたかな。パパさんとご飯も食べたし、サッカーの練習にも行ったし、雨の日のお迎えも行ったんだ。わあ、なんだか眠くなっちゃうな。むにゃ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 。みなさん、おはようございます。どうしたんですか？わあ、嬉しいな。みんなで洗ってくれるんですか？あー、パパさん、ありがとう。くすぐったいですよ、ママさん。あー、キララちゃんまで。あー、よし、ピカピカになったことだし、家族みんなでドライブだい。